速いボールが入ってくる。同点ゴール、畑尾。畑尾はプロ4年目、これが公式戦初ゴール。セットプレーから同点、ヴァンフォーレ甲府。いや、難しいヘディングだと思いましたけどもね、下がりながらよくうまく抑えてニアに決めましたね。今シーズンリーグ戦初出場の畑尾が結果を残しました。兵道のこのスピードと高さ、見事なボールにしっかり合わせましたね。